何もないところからしっかり形になるまでっていう工程を踏むわけですから、本当にそれが後世にずっと残っていくっていうところで、それが魅力の一つだったと思います。アルプスピエホームプレゼンツ町の翼信州きらり人、この番組はアルプスピエホームがお届けします。松本市の大工さん、葉山義和さん49歳、30年以上のキャリアを持つベテランの職人です。幼い頃からずっと父親の大工仕事を見て育ち、同じ道を選びました。黙々と一生懸命仕事をしているっていう姿は目に焼き付いてますかね。父はどちらかというと寡黙な人で、教えるっていう作業が少なかった気がするんですよね。なんでも盗めっていう感じで。父と一緒の仕事で技術を身につけ、周りからも一人前と認められた頃、思わぬ出来事がありました。屋根からの転落事故で5ヶ月間の休業でした。ただ休んでるわけにもいかないので、ベッドの上で図面広げて、次の現場これだから全部指示だけ出して、まあ仲間の大工も頼んで、そういう時にやっぱありがたみをひしひしと感じますね。その後は以前よりも家づくりに誇りと幸せを感じ、仕事に取り組んだという葉山さん。その姿を見て育った娘たちも、いつしか自分と同じ建築の道を目指すようになりました。ちょっとびっくりはしましたけど、まあ、うちの両親もそうだったり、まあ、やりたきゃやれという感じでは見てはいますけれどもね、はい、時代や歩む道は違っても、葉山さんには職人として伝えたい願いがあります。最終的に喜んでいただけるような、しっかりした仕事をしてほしいかなと思ってますね。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。